皆さんこんにちは。トレキングのお時間です。今回はホホジロザメとイリエワニが1対1で戦った場合を想定して、どちらが強いのかを見ていきたいと思います。結果は想像でしかありませんので、了承した上で視聴をお願いします。それでは早速見ていきましょう。まずホホジロザメですが、南アフリカやアメリカ、オーストラリア、ニュージーランドのほか、地中海などほとんど全世界に分布しているネズミザメ目、ネズミザメ科ホホジロザメ属に分類されている、映画ジョーズなどで知られているサメになります。体長は4メートルから 4.8 メートルほどで、体重は680キログラムから1100キログラムほどになりますが、6メートルの個体や7メートルにまで及ぶ個体も確認されているようです。寿命は長く70年以上と言われています。ホホジロザメは目は真っ黒で、背部が海生色や灰褐色で、腹部は真っ白になっていて、色の変わる部分は不規則なラインではっきりと分かれています。また歯の数は非常に多く、口を開いた時表に見える歯は24本から30本程度ですが、予備の歯が内側に何列もあり、隠れたものも合わせれば最大で3000本にも及ぶと考えられているそうです。ホホジロザメはシャチやイルカなどには及びませんが、魚類の中では知能が高く学習能力が優れているので、狩りをする際は過去の成功や失敗の経験を生かすと言われています。獲物になる動物は主にアザラシやオットセイのほか、ウミガメやウミドリなどになるようです。またホホジロザメは人食いザメとして恐れられ、実際に命を失った人もいますが、ホホジロザメが狙って人間を襲ったかというとそうではなく、獲物にしているアザラシやオットセイなどと間違えて襲っていると考えられています。若いホホジロザメの目には遊泳中の人間の姿がアザラシなどに似て見えているそうです。次にイリエワニですが、インド東部や東南アジア、オーストラリア北部などに生息しているワニ目、クロコダイル科クロコダイル属に分類されているワニの中では最大の種になります。体長は 3.5 メートルから6メートルほどで、体重は200キログラムから1000キログラムほどになりますが、大きいもので7メートルほどにまで成長するそうです。寿命は70年ほどになりますが、100年を超えるとも言われています。体色は緑褐色や緑色を帯びたような灰色などで、皮膚は丈夫でさらに厚い鱗に覆われています。また糞が長く、鼻から目にかけて一対の隆起があり、首は太いです。そして前足の指の基部には水かきがありますが、後ろ足ではよく発達していて、指の間全体に水かきがあります。イリエワニは主に汽水域に生息し、入り江やマングローブ林などを好んでいます。海水に対する耐性が強く、また泳ぎが非常にうまいので、海流に乗って別の島に移動することもあります。食性は肉食性で、魚類や甲殻類、両生類や爬虫類のほか、鳥類や哺乳類など何でも食べます。成長とともに大きな獲物を捕らえるようになり、ネズミなどの小型哺乳類からテナガザルやヤマアラシなどのほか、時にはヤギや牛などの家畜も襲っているようです。成長したイリエワニには外敵はいないと言われていますが、卵や子供のうちはヘビや猛禽類のほか、ヒョウやトラなどに襲われるそうです。両者を比較すると、体長はイリエワニの方が大きくなりますが、体重はホホジロザメの方が重くなりますね。ただサメとワニでは体の構造が異なっているので、勝敗は体長や体重だけでは分かりませんね。続いて強さを見ていきたいと思います。ホホジロザメは非常に鋭利な三角形の歯を持っていて、この歯は長さが7センチメートルにもなり、さらに歯の縁には細かいギザギザがあるので、獲物の肉を簡単に引き裂くことができてしまいます。またこの歯は抜け落ちることがありますが、その際は内側に何列もある予備の歯がすぐにせり上がってきて、何度でも生え変わってしまいます。そのためサメの最大の武器である歯は常に切れ味の良い状態に保たれています。
そして口は大きく、光合力も 300kg はあると言われており、一噛みで獲物の肉を 14kg も食いちぎることができるそうです。また魚類なので泳ぐのも速く、時速 35km という速さで泳ぐことができ、海面から完全に飛び出すほどの高さまで跳躍することもできます。高い運動能力と強力な噛みつき攻撃があるので非常に強いことがわかりますね。ですがホホジロザメには弱点もあります。ホホジロザメは内臓を守る肋骨がないため、横からの頭突き攻撃などに弱く、反動イルカなどに頭突きをされて倒されたという記録もあるようです。そしてイリエワニですが、攻撃的な性格で顎の力が非常に強く、光合力は最大で2トンにもなると言われていて、さらに鋭い牙もあるので噛まれたら相当なダメージになるでしょう。またワニは噛みついても引きちぎるというようなことはできないのですが、獲物を水中に引きずり込んで噛みついた状態のまま体を回転させて引きちぎる、デスロールと呼ばれる非常に強力な攻撃があります。強力な武器を持っているので非常に強いと言えますね。ですが腹部が柔らかいので、ここを攻撃されると弱いのと、噛む力は強いですが口を開く力は弱いので、押さえつけられると口で攻撃ができなくなるほか、肺呼吸なので水中で戦う場合は呼吸をする際に隙を作ることになるので、イリエワニは弱点も多いと言えるでしょうか。この両者が1対1で戦った場合を想定していきたいと思います。場所は海で、水深の深いところだけだとサメが有利になるので、深いところと浅いところのある場所で想定していきます。イリエワニは獲物が近づいてきたところを一気に襲いかかるという狩りをしますが、両者が相手を認識した状態での戦いであれば、ホホジロザメは様子を伺って相手の出方を見ると思いますが、イリエワニはホホジロザメに近づいて噛みついていくと思います。ですが近づいていくということは、ホホジロザメの有利な深い場所ということになるので、遊泳速度などを考えるとイリエワニが噛みつくのは難しく、先に攻撃できるのはホホジロザメになるのではと思います。またイリエワニは肺呼吸なので、水面から顔を出して呼吸する必要があります。その際に隙ができるため、ホホジロザメが見逃さずにイリエワニの腹部に噛みつくことができれば、おそらくそこで勝負はついてしまうのではないでしょうか。結論としては、浅瀬のみでの戦いであればイリエワニは呼吸もしやすく隙もできにくいので、強力な光合力などによりホホジロザメより強いと考えますが、水深の深い場所があるのであれば遊泳速度などを生かしてイリエワニの隙をつくこともできるので、ホホジロザメの方が強いという結果になりました。今回の動画はいかがだったでしょうか。結果は私個人の考えでつけていますので、別の意見などありましたらぜひコメントしていってください。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは次回のトレキングでお会いしましょう。